さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく試合再開の時を迎えようとしております。前半非常に白熱した攻防戦となりましたが、その最終盤におきまして佐藤建設が見事なタイムコントロールによりまして得先制となります。タッチダウンを上げる形になりまして、この試合まず一つ大きく動きました。さあこの優劣が発生したことによって後半戦どのような試合展開となるでしょうか。その後半戦は佐藤建設スタンディングベアーズのキックオフで試合再開となります。キックオフを務めます佐藤建設のキッカーは19番の近藤、摂南大学出身。さあスクリューキックを蹴ったが、これを佐藤愛知はリターンに入った。ブロッカータイプの選手があえて中央突破によりまして陣地を返しまして、自陣44ヤード付近からの攻撃となります。この位置から愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。愛知ゴールデンウィングス自陣43ヤードからファーストダウン10。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック7番、左にブロッカーをつけて展開しておりましたワイドレシーバー0番にパス。0番ディフェンスのプレッシャー殺到する中、見事にこれをキャッチしてキャッチアンドラン、一気に攻撃権更新としています。愛知ゴールデンウィングスファースター、見事なキャッチアンドラン決めましたのは愛知ゴールデンウィングス0番の荒川、大阪産業大学出身のプレイヤーです。今季復帰を決めましたリバイバルプレイヤーでもあります。さあ中央のランプレーだが、このランプレーは佐藤建設阻止しました。キャリア38番の体育を生かした中央での突進を生かさんとするランプレーでしたが、これを佐藤建設77番見事に食らいつきまして、このランプレーを阻止しています。託されましたキャリア38番は神戸南山大学出身の28歳のルーキー、それを止めましたのは佐藤建設77番の石橋、福岡大学出身のルーキーです。こちらも27歳のオールドルーキーです。ここも佐藤建設殺到、オプションプレーでクォーターバックピッチをしようとしましたが、自らのキープピッチともに佐藤建設を抑えておりました。最終仕留めましたのは先ほども活躍した77番の石橋でした。福岡大学出身、エイジ37。愛知ゴールデンウィングスサーダン12、ボールオンは相手陣48ヤード。QB サーク、クォーターバック7番下がりましてパスを投じようと構えましたが、その一瞬の隙を突きまして佐藤建設99番 QB サーク、このパスプレーを阻止しました。見事 QB サークをしましたのは佐藤建設スタンディングウェアズ99番の大池、大阪市立大学出身のルーキーです。愛知フォースダウン12、フォースダウン20パントフォーメーション、佐藤建設リターンに入った。さあラッシュかわしまして右オープン展開したのはリターナー9番、鮮やかなステップワークで自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。
リターナー9番は上野。龍谷大学出身のプレイヤーです。長年チームを率いていたエースランニングバック、ここで見せました。佐藤建設スタンディングベアーズ、自陣40ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。交代違反。フィールド上に12人おりました。アメリカンフットボールはそのメンバーチェンジ含めまして、フィールドの中は11人以下でなければいけません。先ほどのプレー、人数が1人多い状態でしたので反則となっています。5ヤード抜体、従いましてオフェンス5ヤード前進し、ファーストダウン、やり直しです。佐藤建設ファーストダウン5。パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー16番にパス。しかしこれは愛知もディフェンスカバーよく、ゲイン3ヤードにとどめております。プレッシャーありながら、しかしキャッチを決めましたが、佐藤建設16番の渡辺、岡山大学出身のルーキーです。佐藤建設セカンドダウン2。これは愛知ナイスディフェンス。この距離を中央突破によって攻撃権更新を図りました佐藤建設。しかしこれは愛知51番見事に対応しまして、このランプレーを1ヤードのゲインでとどめております。その距離、しかし残り1ヤードありません。インチの状況となっています。佐藤建設サーダンインチ。一気にいったファースター。この距離をランニングバックの中央突破によって更新しました佐藤建設。見事期待に応えましたが、佐藤建設スタンディングベアーズ20番の井上、摂南大学出身。はい、佐藤建設相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。今度は左に展開したワイドレシーバー19番へのパス。19番倒れ込みながらキャッチしまして、約4ヤードのゲインです。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた各企業の方々、そして個人の皆様によりますご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この配信にあります説明概要欄に、その申し込みとなりますショッピングカートの URL がございます。こちらの内容をご覧いただき、その内容にご賛同くださいました際には、そちらの企画に、ご協力、ご記名いただくことが可能にもなります。ぜひ、ふるってご参加、ご希望をよろしくお願い申し上げます。そのご期待に添えられるよう、できる限り全力の配信をさせていただきます。
試合再開です。愛知市政佐藤建設セカンドダウン6、パス不成功。ここでクォーターバック17番ロングパス、そしてターゲット13番へのパスでしたが、これはキャッチできず、ここでペナルティーが発生しています。オフェンスに反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤード抜退しまして、セカンドダウンやり直しとなります。佐藤建設スタンディングベアーズ、セカンドダウン16、パス不成功。ここでクォーターバック7番ロングパスを投じようとしました。ターゲット17番にパスを投じました。しかしプレッシャーからこのパスはショートし、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。佐藤建設サードダウン16、ボールオン相手陣45ヤード。パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこのペナルティ、果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスに反則です。無資格捕球者のダウンフィールドへの侵入。ワイドレシーバー19番、パス捕球権のないポジションでプレーをしまして、パスプレーに参加しておりました。しかしこの反則は取りません。フォースダウンに変わります。攻撃権更新に至らずという状況で、愛知あえて反則を取らずフォースダウンとしました。結果このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は相手チーム自陣20ヤードからの攻撃に変わります。佐藤建設一気にこの得点をエントする相手陣からの攻撃でしたが、これは佐藤建設失礼しました、愛知ディフェンス陣踏ん張りまして、この攻撃阻止する形となりました。攻撃権変わりまして、今度は愛知ゴールデンウィングスの攻撃。ボールオンは自陣20ヤードから愛知ファーストダウン10。ナイスディフェンス。クォーターバック8番、ここで右に展開した10番にキャッチアンドランを図らせましたが、これを佐藤建設ディフェンス陣素晴らしいチャージかけまして、このプレーで6ヤードロスを奪っています。愛知自陣14ヤードからセカンドダウン16、パス成功。ナイスパスカット。
今度は左に展開していたブロッカーがいないサイドへのパスをクォーターバック8番投じましたが、あわやこれは佐藤建設1番のインターセプトを誘う素晴らしいパスカットがありました。惜しくもインターセプトになりませんでしたが、素晴らしいパスカットを決めましたのは佐藤建設1番の瀬口、明治大学出身のプレイヤー。愛知ゴールデンウィングスサーダウン16、クォーターバック8番パスを投じんと構えましたが、プレッシャーからスクランブル、しかしその走路を佐藤建設に阻まれましてフォースダウンと変わります。クォーターバック8番は三浦でした。名古屋工業大学出身のルーキーです。愛知ゴールデンウィングスパントフォーメーション、このパントもプレッシャーからか自陣を脱することできず、愛知陣44ヤードでボールが止まりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして佐藤建設の攻撃に変わります。佐藤建設相手陣43ヤードからのファーストダウン10、パス不成功。クォーターバック7番ここで奥に走り込んだワイドレシーバー16番へのロングパス、しかしこれは愛知もカバーよくパス不成功とさせています。佐藤建設ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。佐藤建設セカンドダウン10、ボールオン相手陣43ヤード、さあここでトラブルが発生しているが安定はどうか。ターンオーバー、攻守交代です。ここで佐藤建設はオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーでランニングバックにピッチし託しました。この時ランニングバックボールをファンブル、そのボールは点々とし、それを最終的に確保したのは愛知ゴールデンウィングス、従いまして攻守交代です。ターンオーバー、さあ厳しい状況でしたが、ここで大きなプレーありまして愛知ハーフウェイ付近からの攻撃を追います。愛知ゴールデンウィングス自陣48ヤードからファーストダウン10、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック7番ワイドレシーバー1番にパス、1番タックル受けながらそれをかわしましてセカンドへフォートで攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースターン、見事パスを投じましたクォーターバック7番が長浜、大阪市立大学出身のプレイヤー、そして取りましたワイドレシーバー1番は勝本、関西学院大学出身のプレイヤーです。かつてこのコンビで X2 昇格を決めました。愛知ゴールデンウィングスファースターン10、パス不成功。再びクォーターバック7番パスを投じんと構えまして、そのパスを投げましたが、プレッシャーからそのパスは失速し不成功となっています。これは佐藤建設も素晴らしいプレッシャーでした。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン10、ボールオンは相手陣42ヤード、
ス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー1番にパス。1番激しいカバーを受けましたが、この競り合いに勝ちまして、このパスをキャッチ、約8ヤードゲインを決めております。ここでチーム最高のホットラインであります長浜勝本のパスが成功しております。愛知サードオン2。さあここでクォーターバック自ら行った。しかし佐藤建設譲らない。長浜のクォーターバックキープを阻止してフォースダウンに追い込みます。愛知フォースダウン2。さあ勝負します。フォースダウンギャンブル。さあここでビッグプレーが出る。まだリターン入った。まだリターンが行く。長浜追いつくか。止めた。しかしビッグプレーターンオーバー。ここで愛知が選んだのはスクリーンパスでした。ランニングバックにキャッチアンドラン図らせ、この距離突破を図ろうとしましたが、このパスを佐藤建設77番インターセプト。一気にビッグリターンしまして、相手陣深い位置からの攻撃を追います。素晴らしいプレーを決めましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ77番石橋、福岡大学のチームルーキーです。エイジット87。さあ佐藤建設は相手陣4ヤードからのファーストダウンに入ります。4回の攻撃圏でこの4ヤード突破なるか。佐藤建設ファーストダウン2ゴール、残り4ヤード。パスは成功、しかしわずかに届いていない。13番キャッチしましたが、これは愛知踏ん張ります。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終わりまして、愛知ゴールデンウィングス0点、佐藤建設スタンディングベアーズ7点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。